オーストラリアを横断した皇帝クワイエットアッチバーは BP ソーラートレックとしても知られる世界初で初めて太陽電池による太陽光発電で実際に長距離を走破したソーラーカーである。1982年12月にブリティッシュペトロリアムの資金援助で冒険家のハンス、タールストラップによって開発された。タールストラップとラリー・パーキンスが太陽光による電力のみで パースからシドニーまで走破した。計画を立案したのは、ハンスとールストラップで車両を開発したのは運転手のラリー・パーキンスと彼の兄弟のガリーだった。20日かけて4 0 5 2トルを走破した、平均速度は時速2 3トルだった。この成功により1987年に、トストラップは世界最大のソーラーカーレースである、ワールドソーラーチャレンジを開催する。 タールストラップがアイデアを持ち始めたのは自動車レースの年の後彼はエネルギーの節約に興味を持ったソーラーチャレンジへのすべての出場者は太陽電池で太陽光を電気エネルギーに変換して走行するクワイエットアッチバーはラリーとガリー・パーキンスによる手作りだった車体は繊維強化プラスチック製だったものの枠組みは軽飛行機のような交換で製造された 車両は運転者の視界を十分に確保できるように大きな局面の窓で横の窓は透明なガラス繊維製だった。車両は1キロワット出力の太陽光発電設備を備えていて平均速度は14マイル毎時だった。車両の屋根上の太陽電池は2列の36素子で構成される10枚の太陽電池が互いに接続され屋根の面積はおよそ91平方フィートだった。 ハン・ス・タール・ストラップは、当初、枯渇性資源に懸念を抱いていて、太陽エネルギーによる自動車レースの概念を持っていた。彼とラリー・パーキンスは1955年、シカゴで公開された、ゼネラル・モーターズの太陽光で走行するサンモービルに触発された。ブリティッシュ・ペトロリアムが、クワイエット・アッチバー計画の公演になり、側面に BP ソーラートレックのラベルが貼られた。 1982年12月から1983年1月に、タールストラップは、パーキンスと共に、オーストラリアのパースからシドニーまで2500マイルを20日未満で縦断した。最初のガソリン自動車が同じ道を30日かけて、走破したのとは対照的だった。クワイエットアッチバーの経路は、西から、 東まで2560マイルで1982年12月19日にパースの郊外のスカボローを出発して1983年1月7日にシドニーに到着した。経路はサザンクロス、クルガーディ、ノースマン、コックルビリ、ユクラ、サデューナ、ポートオーガスタ、ピーターバラ、ブロークンヒル、ウィルキャニア、ナロメイン、ダボー、オレンジ、バサーストとかトーンバオ、 シドニーのオペラハウスに到着前に通過した。旅行中、奈良棒平原の先住民を含む数千人の監修たちがクワイエットアッチバーの通過を見るために集まった。さらに、オーストラリアのモータースポーツ連盟がクワイエットアッチバーが全工程で、太陽エネルギーのみを動力のために使用しているかを監視した。シドニーに車両が到着した時、数千人の監修たちは、 シドニーのオペラハウスへの接近を見るために集まった。スカボロービーチから旅が始まった時、インド洋の海水を瓶に入れた。この水はオーストラリアを横断して、シドニーで太平洋に盛大に注がれた。クワイエットアッチバーによる走破に成功したことで、ソルトラップは1987年からオーストラリアでソーラーカーによるレースであるワールドソーラーチャレンジを開催した。 ワールドソーラーチャレンジは世界最高峰のソーラーカーレースであると幅広く認識される。クワイエットアッチバーそのものは現在ではキャンベラのオーストラリア国立博物館に収蔵されている。が、ジョージは倉庫に保管されており公開はされていない。ありがとうございます。